피카츄 노드! 띠용! 드랜드! 이브이 같이 나 만나서시야! 데코 엔비트 を 作って! 포켓몬 같이 を 助けよう! 됐다! 카리도 겟다! 이이나! 僕 始めたばっかりだから 全然 持ってないんだよ! 散歩中とかに開いてたら! 하리도くんも すぐ 集まるよ! 포켓몬 GO 会! 退屈だし! 少しいたずらでも やろうかね! 포켓몬 GO! どうかした？いや、今ゲームの画面になんか変な人が映った気が。誰ずに、なんでこんなところに来たのね。ここはポケモン以外いないはずかげん。私はこわい魔女だよ。私と遊ぼうじゃないか。ブラカタブラ。 モンスターボールの中に入ってたものが気楽だな。今度に戻れるってこと？次はこっちに行ってみよう。早くボールを見つけてみんなを元の世界に返してあげたいね。あら、ハルト君、あれ見て。モンスターボール。このモンスターボールの中に入っているのはカビゴン。これはカビゴンのボールペンだ。カビゴンはポケモンで最強の胃袋を持つと言われていて、なんと重さは 460kg もあるんだって。 ちゃん、これは知ってる？ ラプラスは人間の言葉を理解できるほど高い知能を持ってるんだって。へえ、そうなんだ。なんかポケモンの知識の言い合いになってるね。次は向こうの草むらに行ってみよう。こんな草むらの中見つかるのかな。 ポケモン来い。ピンクと紫のペンが2本。このキャラクターはすごい。そろそろ疲れたね。あら、ハルト君、ハルト君、見てあれ。モンスターボールだ。まずこの草むらの方を開けてみよう。次は何のポケモンが来るかな。これはエンビーツのキャップだ。
と場所が高いな。よいしょ、気をつけていかないと。この辺木が絡まってるよ。ここは海が近いから水タイプかな。ポンチャマのクリップだ。これでみんな元に戻ったかな。僕たちがまだない。え、こんなに。さっきからのボールがあったじゃに。あれが僕たちのボールだに。でもキャラクターのグッズがないってことだよね。作ってほしいとか。作るって言っても何でもいいのかな。さっきまでのグッズの共通点といえばきっと文房具だね。確かに、みんなの文房具を私たちが作ってあげる。部屋に戻って。まずはノートを用意するよ。そしてボールペンを使ってあるポケモンの絵を描いていくよ。これはピカチュウかな、イーブイかな。みんなはどっちか分かった？マッキーを使ってさっきより濃く太くしていくよ。次に1ページ開いてカッター盤の上に載せるよ。カッターを使って描いた絵を切り抜くよ。危ないから気をつけて切ってね。切り抜いたものを取って窓ができたらノートを開いてシップロックをセロテープで固定するよ。はみ出たところはハサミで切ってね。シップロックの中にはこのビヨーンと伸びるスライムを入れるよ。黄色のスライムを入れたってことはもう何のポケモンかわかるよね。全体にスライムが行くようにしっかり押さえて伸ばしたらはみ出てこないようにチャックの部分は閉めてね。またノートを閉じて顔を描いていくよ。ピカチュウの耳ってどんなのだっけ、ハルトくん。黒い三角が2つついてるんだよ。そしてほっぺたは赤。丸くて赤いこのほっぺがピカチュウのチャームポイントだよね。わかるわかる。あ、だんだんピカチュウの顔っぽくなってきた。最後に大きくて可愛い目を描いたらピカチュウのスライムノートも完成。嬉しいピカ。次は物差しを作るよ。まずはプラスチックの板を用意するよ。これは100円ショップで買ったプラ板用のものなんだ。縦2センチ、横10センチのところで印をつけるよ。プラスチックが動かないようにセロテープをつけて固定して、ファイルを使って線をつなげたら、その線をなぞって、ハサミでチョキチョキチョキ。手を切らないように気をつけてね。そしてその糸をメモリに合わせてまたセロハンテープで固定するよ。ボールペンを使って1センチずつメモリを書いていくよ。物差しっぽくなってきた。次に使うのはこのレジン液だよ。透明のレジン液を流して透明なく広げていくよ。色のついたレジン液をポン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 と置いていくよ。そして UV ライトを使って固めます。色が薄かったからもう一度色を重ねて濃くしてみよう。少しだけラナも入れてみたよ。そしてここにイーブイをピカ、ベスト、ショーズ、サマーズ、エフィ、ラッキー、ニーフィア、クレイシアを貼って、最後にニーフィアを貼ったら、この上にレジン液を流していくよ。ライトをオン。これは太陽の光を当てても固まるんだよ。レジンが固まったら、イーブイモノとしの完成。僕たちはまだ影。今から3人一緒に作るよ。色鉛筆を3本用意するよ。水色、緑、赤を用意したら最初に色鉛筆にストーンをつけてデコっていくよ。こんな風にキラッキラになったら緑、オレンジもキラッキラにデコるよ。ボンドを使ってゼニガメの消しゴムをピタ、不思議だね、ヒトカゲもピタピタ。これでゼニガメ、不思議だね、ヒトカゲのデコ鉛筆の完成。ピカちゃん、ありがとうピカ。みんな元の世界に戻れたみたいだね。これで一安心だね。くそー、難しいと思ったのに。ポケモンたちがゲームの世界に戻れてよかったねって思ってくれたら評価をぜひ。ポケモン GO してるかも。評価をよろしく。ここでみんなに質問。みんなの一番好きなポケモンは何？コメント欄で教えてね。チャンネル登録もお願いします。バイバーイ。